仕事 50% 完了。今何時だ？1時か。俺はまだまだやるぜ。コーヒーを飲めばまだまだ働ける。くー、きくー。俺の名前は米田隆明、25歳。都内で働くサラリーマンだ。俺は昔からコーヒーが大好き、というかカフェインの虜だ。毎日定量のカフェインを摂取しないと落ち着かない。言わずと知れているのはカフェインの眠気覚まし効果だ。カフェインを取れば眠気は吹き飛び、仕事をしていられる。これはカフェインが脳内で作り出すアデノシンという物質をブロックするからだ。でもそれだけじゃない。いってって、今日頭痛いな。こんな時はカフェインだな。頭痛がする時にもカフェインは効く。カフェインには痛みを抑える鎮痛作用があると言われているんだ。あまり知られていないが、カフェインは風邪薬や頭痛薬などの医療品にも用いられているらしいぜ。それに疲労回復効果もあると信じている。カフェでケーキ食べながらコーヒーを飲む瞬間、これがたまんねんだよな。そのうちカフェインにハマっていた俺はコーヒーをポットに入れ持ち運ぶことにした。これならいつでも飲むことができる。俺ってあったまいい。へへー。高明、それ水か？あ、コーヒーだよ。コーヒー？その量で？大丈夫なのか？何が？カフェインは1日の摂取量を守らないと大変なことになるぞ。大変なこと？今まで一度もそんな危険感じたことねえよ。ちょっと待ってな、今調べるから。ほら、カフェインの1日の最大摂取量は 400mg 以下。一度の摂取量を 200mg 以下にするべきって書いてある。グラムで言われてもな、全然ピンとこねえや。インスタントコーヒーならマグカップ2杯半ってところだな。たったそれっぽっち？無理無理無理。てかそんな情報嘘っぱちだって。だって俺今までコーヒーガブ飲みしてきたけど、別に変なことになったことねえもん。あのな、でもこれからひどいことになるかもしれないだろ。大丈夫大丈夫、逆に俺がカフェインは素晴らしいものだって証明してやるよ。同期の豊かにそう言ったことで俺はカフェインの限界に挑戦したくなってきた。そうだ、この際 400mg の倍、800mg 以上を摂取してみよう。コーヒーはいくらでも飲めるぞ。そうだ、カフェイン錠剤ってのが売ってたな。あれを試してみよう。カフェインの限界に挑戦だ。今日はガンガン仕事するぞ。その日の夜のことだった。急に胃が…なぜか急に胃が痛くなってきた。そういえば昼からお菓子しか食べていない。何も食べていないことで胃が叫び声を上げているのかもしれない。そう思った俺は何か食べようと思いカバンの中に手を入れた。うわっ、急に激しいめまいが襲ってきた。なんじゃこりゃ。俺はとりあえず飯を食えばなんとかなるだろうと思い、買っておいたコンビニのおにぎりを食べたのだが、うえそのおにぎりもすぐにトイレで吐いてしまった。なんだ、なんだって言うんだ。胃がムカムカする。それにだるい。どうしよう。家に帰るか。帰れるかな。頭がクラクラして。俺は思わず椅子に座り込んでしまった。椅子に座って安静にしていても症状は良くならなかった。むしろひどくなっている。心臓がドキドキと痛くなり、寒くもないのに全身が小刻みに震えてきた。なんだよこれ。
走りながら喉を締められているみたいだ。息苦しい。誰か助けて。死んじゃう。高明、おい大丈夫か？しっかりしろ。言ったか。今救急車呼ぶから。ありが…喋らなくていいよ、安静にしてろ。俺は豊かに床に寝るように言われたが、横になると血流量が増して心臓が痛くなった。倒れるに倒れられず、救急車を待つ時間は地獄だった。その後、病院に担ぎ込まれた俺は、さまざまな検査をしている間も体がブルブルと震えていた。そして診断が下された。カフェイン中毒ですね。服用してから時間が経っているので、もう成分は吸収されています。あなたの体が頑張って分解するまで、どれだけ苦しくてもこちらは何もできることがありません。カフェイン中毒。農林水産省がネットで公開しているページでも過剰摂取量が見れます。その後は地獄だった。病院でしばらく安静にした後、家に帰ったのだが、動くと吐いてしまうので、ずっとトイレにこもるしかなかった。胃の中が空っぽになっても嘔吐反射は続く。相変わらず震えも止まらないし、心臓は痛くて横になろうとすると激痛が走った。カフェインの作用で興奮しているので、目が冴えていて眠れない。結局丸一日七点抜刀した末に症状は落ち着いた。その後。高明、またコーヒー詰めてきたのか。まさか、お茶だよ、お茶。玉露。お茶ね。カフェインはもうコリゴリだよ、二度と取らねえ。玉露もカフェイン高いぞ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。コメントもぜひ残していただければ嬉しいです。